はい、こんにちは、タカです。じゃん、こんなものを買いました。これね、ペンテルのマルチ8っていう、色鉛筆かな、色鉛筆。うん、ちょっとね、開けてみます。よっ、はい、こういうのね、これね、ちょっとずっとね、買おうと思ってたやつだったんですけどね、8色の色鉛筆が1本になってるっていう感じ。うん、ちなみにこれはね、Amazon で1827円かなで購入しました。説明書ですね。ここに矢印が、これか。うん、これで、何なんだ、これ、あ、このペンクリップごと回すんだね。で、ここにブルーとかね、ブルー、ブラウン、オレンジ、イエロー、グリーン、ディアゾ、ノンコピー、PPC ノンコピー、レッドブルー。うん、で、これで、芯を出す。おお。うん、飛び出さ、最後まで出ないようにはなってるね。はい、こんな感じで、芯を戻すときはこれ逆さまにするんだ。こんな感じ。うん、で、また出したいところの色を選んで出すと。うん、という感じだ。なるほどね。うん、で、これ8色と、この他にね、スーパーマルチ8っていうのもあったんですよ。これマルチ8っていうやつで、スーパーマルチ8っていうのは、ボールペン、3本かな、ボールペン3色の鉛筆、鉛筆というかシャーペンと色鉛筆みたいな感じの8色セットで、僕は全部色鉛筆っていう感じですね。うん、はい、鉛筆削りもついてる、鉛筆削りというかね。うん、で、替え芯がね、替え芯2本ずつついてますね。うん、よっ。うん、はい、というわけでね、これずっとね、興味あって、欲しくて、うん、今回やっとちょっとね、買ってみました。はい、早速ちょっとね、使ってみたいと思います。ね、こう、3ミリぐらいって書いてあったね。3ミリぐらいがベストなのかな。うん、どのぐらいかな、わかんないね。はい、基本的に文字書くのは万年筆をよく使ってて、で、丸付けとか、なんかまあレッスンの時に使ったりするのが赤のボールペンなんですよ。うん、で、色別でね、なんかこう書き加えたりすることもあるんだけど、まあそういう時は万年筆を使ったりもするけど、ちょっとね、1本だけ持ち歩いて、いろいろとこう使い分けたい時っていうのもね、まああったりするわけですよ。ちょっとここ、これ、ああでこうでみたいな。うん、その時にこれね、すごい役立ちそうと思って。
うん。ペンテル。マルチエイト。これブルーですね。芯戻すときはもうこう逆さまにピュッてやれば戻るからいいね、これね。ブラウン。オレンジ。まあイエローはちょっと文字書くには薄いよね。でもちょっと強調したりとかするときにはイエローもありだよね。うん。グリーン。で、ディアゾノンコピー。これディアゾノンコピーってなんだろう。ノンコピーってね、コピーに移らないって感じでしょ。ディアゾノンコピーってなんだろうね、同じ感じ。なんかいい感じのピンクだけど。で PPC ノンコピー、これがあれかな、コピーに移らない色かな。レッド。うん。うん、いいかも。うん、これ勉強とかにも結構使えたりするんじゃないかなって思うんですけどね。どうでしょう。まあこのマルチエイトにするかスーパーマルチエイトにするか、ちょっとね迷ったことは迷ったんですよ。スーパーマルチエイトはボールペン、ボールペンの黒かな、黒赤青と、普通の鉛筆と多分ノン PPC、 これ PPC ノンコピーと色PPC だけじゃないのかな。ノンコピー2色とかあんのかな。うん、ちょっと待ってよ。
スーパーマルチは、そうだね。この赤黒青、赤黒青のボールペンと、鉛筆と、この水色と蛍光ピンク、蛍光黄色と赤。そうか、蛍光色がスーパーマルチの方は入ってんだ。こっちは蛍光じゃないもんね。なるほどね。いや、そっちもいいね。そっちもちょっと欲しいね。ということで、これ楽しい。なんだろう、結構楽しいですよ。まだほんのちょっとしか、これ今ちゃちゃっと試し書きした程度だけど、色分けしてさささっとこうね、なんか作る時、書き出す時とかにもこれは楽しい。いいね。こうアンダーラインとか引きたくなる、これ。ということで、これから多分まあまあ活用するんじゃないかなと思います、僕これ。カバンにスッとね、1本これ入れとくだけ。ということで、ペンテルのマルチエイトのご紹介でした。そのうちスーパーマルチエイトも買うかもしんない。ボールペンバージョンもあってもいいね。で、なんかね、ちょっと思っちゃった。で、まあ、こういう音がカチャカチャっていう、この音がまあ好きか嫌いか、多分人それぞれなんか分かれそうですけどね、好みが。僕ね、あんまりこうカチャカチャっていう音、そんなに好きじゃなかったんだけど、でもなんか今この音そんなに僕嫌いじゃないなと思って。なんでだろう、なんかこう出し入れしてる感を感じるから。なんかこうメカっぽい感じ、メカっぽい感じをなんか感じるから。あ、です。なんかちょっとね、今はこの音僕嫌いじゃないなって感じてます。近々スーパーマルチエイトも登場するかもしれません。それでは。